イチローが霊視に語る思い出のメジャー観戦、衝撃を与えた送りバント。ヤーリンズイチロー写真、ゲッティイメージズ拡大写真。2001年にマリナーズ入りして以来、メジャー17年のキャリアを誇るマーリンズのイチロー外野手。普段はグラウンド上で華麗な守備や職人技のような打撃を披露し、客席のファンを喜ばせているが、16年前、イチローはメジャーリーガーになってから一度だけ観客席から試合観戦をしたそうだ。その時に見た送りバントに衝撃を受けたという秘話を地元紙マイアミ・ゲラルド電子版が伝えている。背番号51が試合を観戦をしたのはメジャーデビューから3日後、2001年4月5日、レンジャーズ本拠地でのことだった。翌日から同地での3連戦が予定されていたマリナーズは移動後に現地で休養日だったため、イチローはエンゼルス VS レンジャーズの一戦を見に行ったという。衝撃の場面はエンゼルスが4点リードで迎えた9回表に訪れた。エンゼルスの小兵エクスタインが一枝で出塁すると、自打者にエベスは送りバントで走者を二塁へ送り、得点チャンスを作った。この場面についてイチローは衝撃的でした。MLB でさえこんな野球をするんだと思いましたね、と通訳を介して話したという。9回無視1塁。これが1点差、2点差の場面であれば、メジャーでも送りバントが定石だろう。ただ、4点のリードを持った場面。大抵の打者やチームは送りバントを選択せずに振りに来る。そんな中でエンゼルスが見せた最後まで手を抜かない手堅い野球を目にした背番号51は、4点リードがあったにもかかわらず、リードを5点に広げるためにバントで二塁へ送った。今時こんなことをするかわからない。でも当時はやっていたんですよ。本当に大きな印象を残しました、と当時を振り返ったそうだ。近年ホームランと三振の数が増え、豪快さを増した一方で大味になりつつあるメジャーだからこそ、イチローの心に残った当時の印象は、思い出の知的サスペンス中に色濃さを増したのかもしれない。